はい、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ、3日目、行政手続き法完全制覇ということでやってまいりたいと思います。昨日そういえばツイッター見ていたら、なんだっけ、レオテツ46っていう名前をこうつけてですね、呼んでいただいている方がいて、いや、ネーミングセンスがすごいですね。黒沢レオの行政手続き法46日間チャレンジってことなんでしょうか。レオテツ46にしようかなって、思ってますけれども、今日はちょっと風景変わってますけれども、チーム合宿で、鎌倉まで、今来ているところでございます。ちょっとそういう風景も別のね、動画で映してみたいななんていうふうに思っているので、まあそっちももしよかったら見てほしいななんていうふうに思っております。今日は3条について見ていこうということになりますけれども、3条は適用除外の条文なんですね。昨日の定義に続き、3条、4条、この適用除外のところなんかは、まあなんか最初に勉強するにはですね、非常にこう難しかったりとかするところになるかなというふうに思います。結構この動画、開業されてね、今実際に業務をやられている方たちも見ていただいて、反応がリアクションがあったりとかするわけなんですけれども、本当にね、この業務をやり始めてから今一度この条文、行政手続き法とか不服審査法に立ち返っていただくと、いろんな気づきがあったりとかしますから、ぜひですね、そんな風にして、この動画は、まあ、受験対策という意味よりかは、この条文をですね、ちゃんとこう理解しようというところに重点を置いて、お話をさせていただいてますんで、ぜひ、見ていただきたいなというふうに思います。3条の適用除外の条文、これは、1項、2項、3項といったところになりますけれども、そうですね、イメージについては少し図にしてみたので、で、それについては、ちょっと見ていただこうかなというふうに思います。はい、3条4条の適用除外についてのちょっとイメージなんですけれども、そもそも1条の2項で個別法があれば個別法が優先されますよっていう話やったと思うんですよね。だから個別法があれば個別法に従ってやる。で、個別法がないような場合に行政手続き法というのが受け皿になって行政手続き法が使われるんですけれども、実はこの手続き法には大きいですね、穴が開いていて、これがいわゆる3条とか4条の適用除外なんですね。で、行政手続き法の受け皿で受けてもらえるかと思いきや、この適用除外に当てはまってしまうと、すっとこの穴から抜け落ちて、手続き法とかの対象にならないと。こういう形になるので、まずね、こういうイメージを持っておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、ではですね、その3条の適用除外について一個一個細かく見ていきましょう。1項のところから見てまいりたいと思いますけど、1項については、これは処分、行政指導についての適用除外と。いうことになってまいります。少しね、一括りにしていきたいと思いますので、なので、このカテゴリーでまとめちゃえ、みたいな感じで一緒に見ていただくといいかなと思います。1号から4号までまとめてみます。国会裁判所、そして議会、検察官会議、こんなところをですね、ちょっとまとめてみていただくといいかなというふうに思いますけれども、国会とか議会、裁判所、あるいはこの会計検査院、関係のこの処分とか行政指導なんかに関しては、これはね、やっぱり特殊性がやっぱり強い、機関になりますので、それに合わせた慎重な手続きが要求されますので、別の法律が用意されているんですね。なんで、この1号から4号のところというのは、国会とか裁判所とか、まあちょっとそもそもこの行政じゃなくて、立法機関とか司法機関とか、そういったところで行われるような、そういった処分なんかに関してですね、これはより慎重な手続きを要求するということで、別法律が用意されている。このふうに押さえていただければ結構です。5号、6号をまとめていきますと、5号、6号はですね、これは刑事事件とか、租税反則事件関係の処分、行政指導と、こういったところになりますけれども、これそもそもやはり、別の法律、刑事訴訟法とかですね、別の法律がありますから、これらに関しても、行政手続き法は使わない適用除外と、こういうことになってまいります。なんかこの辺のね、1号から6号ぐらいまでのところっていうのは、まあなんかその特殊な感じがするので、行政手続き法なんか使わないんじゃないのっていうのは、まあパーッとこうやって見たら、なんかわかるような感じがすると思います。そのぐらいでいいですよ。ここはね、別に一言一句何かこう、文言が大事というよりかは意味ですね。
こういう特殊なものに関しては行政手続法というのは使わないんだろうなと、こういうニュアンスで押さえておいていただければ結構です。7号から9号のところまで見ていきたいと思いますが、7号から9号、これはですね、学校とか刑務所、あるいは公務員関係の処分行政指導ということになってまいります。学校とか刑務所とか公務員、こういったものの処分、そうですね、憲法を勉強していると、神戸市立の高専学校のですね、エホバの証人、剣道受講拒否事件なんか勉強すると思うんですけれども、あれは学校の退学処分なんかが問題になったりとかしますよね。学校のそういった退学処分なんかに関しても、これは行政手続き法は使わない。行政手続き法は使わない。こんな風に押さえていただくといいかと思います。そして10号。まあ、これなんかはですね、業務でやられている方、非常に多くいらっしゃいますけれども、外国人の出入国難民、難民認定、期間に関する処分行政指導ということになりますが、実はですね、これ入管業務なんかをやられる方なんかは、出入国管理、および難民認定法というですね、いわゆる入管法と呼ばれていますけれども、入管法の個別法に従ってやってまいります。あるいは帰化なんかに関しては国籍法ですかね。国籍法に従ってやりますから、やっぱり別法律が用意されているんですね。そして、やはり、こう、行政手続き法というのを、この外国人の方々というのはもう、これもちょっと特殊性があるということで、これらには使わないというふうにしているということになります。11号、まあこの辺はいいですかね。試験検定の結果についての処分、まあ行政書士試験についてとか国立大学の試験について、の処分なんかに関しても行政手続き法は使わない。12号、行政が仲裁的に、ですね、仲裁に入って、間に入って、調整的に行うような処分とか行政指導、こういったものなんかについても、行政手続き法は使わない。13号、まあ、現場における処分、行政指導って感じですかね。こういった公衆衛生とかの、そういった現場においてやる処分とか、行政指導なんかについても使わない。報告、あるいは、命令等に関する処分、行政指導なんていうのが14号で出てきますけれども、これはもう適用除外ということになってます。で、15号、16号、これは少し大事ですかね。15号、16号。15号のところは、審査請求とか、再調査の請求に基づいて、出される裁決。決定その他の処分ということになりますけれども、これはですね、行政不服審査法という別法律が用意されていますから、その法律に従うということになってまいります。はい、それで16号に関しても、これもですね、学習が進んでくるとなんとなくイメージがついてくるかもしれませんけれども、その審査請求とか不服申し立ての中で行われる処分、審査請求手続きの中でですね、まあ、審理員の方々とお話をしたりとか、まあ、いろんな手続きをするんですが、その中で行われる処分であったりとか、行政処分、不利益処分がされる前に、聴聞手続きや弁明の機会の付与といったですね、意見陳述手続きというのが用意されていますが、この意見陳述手続きの中で行われる処分、意見陳述手続きの中で、中間的に付随的に行われる処分なんかについても行政手続きは使わないということになります。いわゆるですね、例えば我々が扱うような飲食店の営業許可申請とか建設業の許可申請ですとか、そういったですね、いわゆる許認可、これを念頭において作られているのが行政手続き法ということになります。一般的な普通の許認可手続き、これを念頭に置いたイメージをしているのがこの法律になりますから、これらに並んでいるのはかなり特殊性のあるですね、その手続きなんか、行政処分なんかについて、行政処分、行政指導については、これは使わないと。行政手続き法というのは使わないということになってくるんだということですね。そして第2項のところを見ていきますけれども、第2項のところに関しては、これは命令等を定める手続き、パブリックコメント手続きになりますけれども、命令等を定める手続きに関しても、これらについては適用除外ですよというのが載っています。1号、法律の施行期日について定める政令なんかについては、要するにパブリックコメントとかやりませんよということですね。この御社に関する命令、行政立法ですね。行政立法なんかに関しても、まあ、特殊性がありますから、そのパブリックコメントをですね、求めるような意見公募するようなものじゃないなっていうのが、1号、2号、3号、4号、5号をこうやって、まあ、載っているっていうのを、まあ、こう、ちょっと眺めてみてね。
ああ、なるほどなと。ちょっと特殊性があるなと。こんな風に見ていただくといいと思います。で、第6号のところなんですが、審査基準とか処分基準、行政指導指針、これらも命令等のなどの部分にですね、などの部分に含まれるっていうのを勉強したと思いますが、2条のね、定義のところでやりましたが、審査基準、処分基準、行政指導、これらのもので、公開をしないもの、審査基準とかっていうのも実は公開をしない場合があります。処分基準についてはそもそも公開というのはですね、義務になっていない、法的義務になっていないということで非公開になってます。非公開にしているものをですね、パブリックコメントでやっちゃったら公開しているような形になってしまいますから、こういうようなもの、いいですか、公開されるもの以外のものっていうのは、要するに公開をされない非公開のものなんかに関してはそもそも意見公募とかっていうのは行いませんよというのが書いてあるということになります。はい、そして3条の3項のところが、ここがすごく重要なので、これに関しては多分図で頭に入れた方が頭に入りやすいと思いますので、図で見てみることにしましょう。はい、3条3項のところはすごく大事なので、図にしていただくとね、図って言っても本当に書き出してるだけなんですけれども、こういう風にしていただくとパッと見でわかるので、皆さんも同じように書いてみてほしいなという風に思います。地方公共団体がする、自治体がですね、するものに関しても適用除外というのが設けられています。そもそも情報公開法と違ってですね、行政手続き法は行政機関には地方公共団体を含めるというふうにしていました。2条の行政機関の定義を見ていただくと、地方公共団体が含まれるというのを勉強 しました。しかし、この3条3項のところで適用除外ということで、実はね、ほとんどですね、適用除外という形になっているんですね。で、この処分とか、あるいは届け出については、条例規則に基づく処分と法令に基づく処分にこう分けて、書いております。というのは何かと言いますと、例えばね、タバコポイ捨て条例とかって各市町村とかであったりとかするじゃないですか。そのタバコポイ捨て条例に従って地方公共団体がする処分とかっていうのは、もう自治体独自でやってるもんだから、手続き法という一般ルールは使わなくていいよって感じなんですけども、ただね、実はね、各法律で、で、実際の事務、仕事を地方公共団体にある意味投げているというものがいっぱいあるんですよ。それどういうことかというと、例えば住民票の発行ね、住民基本台帳法に基づいて住民票の発行というのは、あれは市区町村単位でやってますよね。皆さんが住民票を取ると、区長の名前とか市長の名前が出てきてると思います。あれは、住民基本台帳法という法律、この法律に基づいて市区町村長がやってる処分ということになりますけれども、処分とか届け出とかね、こういうことになってまいりますけれども、そういった法律に従ってやるものっていうのは全国一律にやりますから、行政手続き法という一般ルールに馴染むんです。一般ルールを使うということになってまいります。従って、法令に基づいてやるもの、法令に基づいてする届けで、こういったものに関してはですね、行政手続き法の適用対象があるんだ、地方公共団体がする行政指導、これはもう全面的に適用除外。そして命令等を定める手続きに関しても全面的に適用除外。このような形にしているということになります。じゃあ行政手続き法のルールって地方公共団体、自治体さんって使わないのっていうと、別にそういうことじゃなくて、実はですね、また後ほどね、こうやっていこうかなというふうに思いますけれども、46条というですね、一番最後の条文、見ていただくと、まあ今の段階で一回チェックしていただくといいと思いますけれども、3条3項で適用除外になっているものなんかに関しては、この行政手続き法の趣旨に則って、地方公共団体もですね、同じようなルールを定めるように努力してくださいって規定が46条で出てきます。要するに、地方公共団体は行政手続き条例なんかを引いていますから、この条例で同じような趣旨のですね、適用除外になってでも行政手続き法と同じような趣旨の条例を作ってですね、それに則ってやってくださいよという努力義務規定なんかが置かれているということになります。3条の3項についてはこういうイメージ図で頭に入れていただくとよろしいかと思います。はい、ということで3条の適用除外について説明をさせていただきました。4条もね、適用除外なので、なので明日これについては動画を撮影してでお話ししたいというふうに思います。じゃあ46日間チャレンジ3日目終了でございます。
また明日よろしくお願いします。